日本人。旦那寄ってかな。行っちまったわ、こんにゃら、本当に面白かない。雨降る夜お客がいない、こっちの気分乗らなくなる。そこでお酒を飲んでるあんた、私の部屋でね遊ぼうよ。時間は片手、泊まりは両手、私の体は根が張るけれど、あんただったらただでもいいわ、ベッドの上でね遊ぼう。優しくするから本気で抱いて、寂しくて悲しくて泣くかもしれないわ。お酒は涙のせいばじゃないのさ。そうだって慰めを買いたくもなるのさ。ちょっとちょっと、手貸して手貸して手貸して、誰でも言う、手貸して、ちょっと待ってね、ちょっとね。足腰が痛いんじゃなくて、あと目が見えないってだけだね。悔しいよね、ちょいちょい。あら、タバコが消えちまう。社長、会長、遊んでかんない、なんかちっともその気になってないみたいね、本当にも不愉快。愛し疲れて眠ってしまう、二つの体を重ねたままで、明日は来ない、ちょっとごめんよあんた、明日は来ない、来るはずないと思って来いよね。遊ぼう。嫌なの？もうちょっとしてから聞くわよ、よく。パッパラパッパラパッパッパラパッパラパッ。あんたね、私が聞く前に、ここはね普通のタバコを吸っちゃいけないとこなの。だからこれは違うの。こういうのはできてね、煙が水素だって、やだね。あんたさっきさ、若いのがいいって言ったよね。よく怖くなくてそんなこと言えんね、あんた。ねえ、ちょっと、ほんと。ねえ。あんたもそう？あなたいいわよ、この、なんとも言えない、この、これ、なんて言うんだっけ、これ。いや、あ、ピアフか、ピアフ。ピアフ。ピラフ。ピアス、まあちょっと3つ負けた。でもあなたもそう、やっぱり若いのと
やっぱり若いのよ。ある程度。そのある程度っていうのは問題なのよ、ちょっと。どの程度若いの？ノーコメントだ。あ、なの、ちょっと言いにくいんでしょ、あんた。お隣。お母さん、お母さん若いの見つけなさいよ。そうやん、負けちゃいらんないわよ。そう、これやん、もう本当に。どうちょっと皆さん、やっぱり男だって若いのがいい。そうやん、本当だよね。本当本当、そんな冗談じゃない。男の問題だけじゃないわよ、ちょっと。そう、え？旦那だもん。旦那の方が若いんじゃないけ。ちょっと若いの。あたし、あんた15も年下だったんだよ。ちょいと。まいったね、本当に。うん。ねえ、本当は20ぐらいだもん。終わった。あんたもね、ちょっとね、年寄りすぎてた、私の旦那にしちゃ。ね、旦那にするにはちょっとって感じだったもんね。ちょっと、そうそうそう。そこの男の方、うん、やっぱり若いのか、やっぱり若いのがいい。え、あ、これがいいか。紹介するわよ。そういうこともやってんね、私。ねえ、そうよ、紹介するわよ、ちょっとね。あなたもそう？やっぱり。やっぱり若いの。こっちがいいの？こっちがいいの？こっち？やっぱり。あなたも？こっち？ストレートっつうのね、そういうの。分かってんね、私もずっとそういう世界で生きてきたからさ。ほんと。まあね、でもね、やっぱり。これからはそういう若いのとか年取ってんのとか、みんなこれからはあんた全部高齢化社会なんだよ。今から慣れといた方がいいんだから、みんなね。だけどもう私もね、若いのとそうでないのとどっちがいいって言うとさ、そうすると私を見てさ、この前 NHK ホールでやったのよ、こうやっぱりこういうこと。そしたら、ね、私を見てね、年寄りっつったんだよ。私は年寄りって一言も言ってないの。若いのかそうでないのかっつったの。年寄りってなんだっつったの。私を見て年寄りっつったんだよ。あんた今日うちに帰ったらうちへ無事で帰れると思ってるわけ？おバカ。ね、だけどこれからはそういう風なことに慣れてて、そう、女の方が長生きだけどさ、それでもってこれからは女は強いの。まあいくつになっても心は笑い色、灰になるまでよ。そうよ、笑い色。あなたの胸に私は聞くラビーホーン。ありがとうさん。